いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちらのテレビ置き台をね、解体していこうと思います。キャスターもね、外れちゃってもう傾いてますけれども、はい、お客様がね、10月2日に大型ゴミにね、出すとかっていうことでちょっとね、付箋は貼られてますけども、まあね、処分されるんであればね、ちょっと私としてはね、これいろいろ素材としてちょっと置いとくんで、まあもらい受けたというところで、はい、ということでね、このままだとかさばりますんで、はい、まずね、まあ分解していこうかなというところになります。はい、早速ねやっていきましょう。まずね、これキャスターはいねを取りましょう。もうね、部分的にちょっと外してます。はいね、動画にしようかね、考えながら、はい、やってましたけどね。はい、これちょっとね、見てくださいね。これ製品とは言いながらね、これね、なんということでしょうかね、これちょっと傾いてるというね、もう少しちょっとね、まっすぐね、つけられてもいいのかなと思いますけども、はいね、穴の位置がもう最初からね、ここの穴の位置なのか、はい、はたまたね、つけるときに適当につけてるのかね、ちょっとその辺は分かりませんけど、まあ、ね、処分するもんですから、そんなね、うるさいこと言ってもしょうがないんで、はい、こんな感じで、はい、まずね、外していきましょう。まあ、これはね、再利用することはありませんのでね、はい、これはね、鉄くずという形で、はい、で、ね、この辺もね、外せるところはまずね、外していきましょう。はい、ね、かけ屋でね、叩けばもう簡単にね、壊れますけども、まあ、今回はね、はい、ちょっとね、その辺、いろいろ考えるところがね、ありますので、はい、では、これね、今そちらのビスも外れてますんで、あとこれクイックバークランプ、これでね開いていきますね。叩けばいいんですが、これで多分いくでしょう。はい、ちょっとご覧いただけたらと思います。いきます。はいね、おっとっとね、はい、ガラスが飛んでいきました。はいね、こちらもね、もう簡単に外れるとは思いますが、同じようにねやっていきますね。ハンマーある方はね、ハンマーでポンポンって叩けばいいだけなんですが、まあ、こちらね、クイックバークランプありますので、150キロまでね、はい、パワー出していただけるやつなんですけどもね、いきます。はい、ね、こんな感じです。まあ、下、上はね、ちょっと、ね、外れないかもしれないですけど、はい、ね、こんな感じで、はい、ね、抜けましたということになります。はい、そしてね、これ、ひっくり返して、あとはね、ね、こう来て、これね、多分差し込まさってるだけかな。ちょっとね、そうですね、これは多分、あ、ここにね、ありますね。はい、これをね、外せということになりますね。あれ、なんでしょう。これはどういう仕組みで、はい。ちょっとね、わからない付け方をね、してますね。これはどういうことでしょうかね。あ、無理にインパクトでね、やる必要がないものなのかな。はい。おっと、こう浮かせれば外れるのかな。ちょっとわからないですね。はい。ああ、こんな感じですね。ということで、まあ、これ金物でちょっとロックしてるという形ですね。はい。とにかくね、まあ、いずれにしろ、これ別にそんな、ね、どっかでね、使うというか、まあ、農作業のね、置き場の台とか、そんなのに使うだけなんでね。はい、あ、こう優しくね、インパクトやる必要ないです。優しく。そうすると、はい、抜けるということです。はい。ね、まあ、こういうね、解体しながらいろいろね、どういう仕組みになってるのかっていうのをね、勉強していくのもいいのかなと思います。はい。ということで、こうね、軽く、はい、ああ、なるほどね。はい、いいですね。で、この部分はね、いりませんので、これは鉄くずで、よいしょ。ね、これでいいでしょう。はい。で、まあ、とにかくね、外せるものをね、しっかり外していけば、ね、あとは、ね、ラップでちょっとくるんでおいて、まあ、使う場面が来たら、使うというところで、はい、ね、こんな感じです。あとね、プレーナーもありますからね、まあ、プレーナーでちょっと削ってあげれば、ね、一枚板に早変わりしますんで、ね、こういうちょっとね、
それでよいしょ、どうでしょうね、本当はハンマーでね叩くべきなんですが、ね、こんな感じで、あとはね金具とかがついてですねいないですよね。これでもうちょっとねそれなりに、プレーナーかけて、まあプレーナーのね機械がちょっと壊れるかもしれませんけど、まあ、比較的それは問題ないでしょうというのと、あとこちらのね金具に関しても、これは簡単に取れるかな。はい、まあこのね奥にこうね、はい、ああこうね詰めながら、おっとおっと、なんか入れるとダメなんですね。ちょっとね仕組みが分かりません。もうちょっとねロックしちゃった。はい、もうねあニッチもサッチもいかない状況になっちゃいましたけど、まあとにかくねこれはこれでガラスとしてね、ここも外してあげれば、ねどうやってねくっついてるかちょっとあれなんですが、まあガラスとしてね、使えますし、はい、これはこれでねちょっとしっかりとした板、まあね場合によってはもうこの辺ね穴ボンドでも詰めてあげれば、いいのかなと思います。はい、まあこちらもねちょっと今もうニッチもサッチもいかない状態で、もうねこれ、あ、外れるかな、外れますよね。まあこれはねこれでまた1枚ね板として何かしらどっかにね使えればいいかなと思います。はい、てなわけで、テレビ台のね解体とテレビ置き台かの解体となりました。以上、ご視聴ありがとうございました。